聖イエス会葡萄樹803号心を込めて葡萄樹をお届けいたします。神様からの喜びの知らせをお受け取りください。主の皆を呼び求める者は皆救われる。命の道へ。私が道であり真理であり命なのです。聖書は天地創造に続き最初の人間アダムとエヴァが神に背いてエデンの園を追放され命の木への道が途絶えたところから始まり、やがてイエス・キリストを通してその道が回復されるまでを描いた壮大な神の物語です。それだからでしょうか、聖書を開くと道を失いさまよい歩く人の足音と、そんな人を探し求めて近づいてこられる神の足音がここかしこから聞こえてくるのです。エマオ途上の弟子たちの物語。新約聖書ルカの福音書にこんな記事があります。イエス・キリストが十字架にかかり死なれてから3日目、復活の知らせがもたらされた日のことです。昼下がりエルサレムからエマオという村に下る道を暗い表情をして歩く2人の人がいました。彼らはイエスの弟子で、歩きながらイエスの死と復活について話し合い論じ合っていました。イエスと共に過ごした夢のような日々は色を失い、喪失感に打ちひしがれた彼らの足取りは重くありました。そこに旅人が近づき、彼らと一緒に歩き始めます。旅人が彼らに尋ねます。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。二人は旅人にイエスのことを熱心に話し始めました。この場面は滑稽です。この旅人こそ二人が話し合い論じ合っていた家中の人であるのに、彼らの目が何かに遮られ、それがイエスであることがわからなかったのです。そのような二人でしたが、イエスの話を聞いているうちに変化が起こります。心が燃えてきたのです。やがて日が傾く頃、エマオに着いた二人の弟子は旅人がイエスだとは気づかないまま、イエスを家に迎え共に食卓に着きました。イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。
すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。この後、二人は直ちにエルサレムに引き返し、仲間の弟子たちにイエスに出会ったことを語りました。彼らの喜びと興奮が伝わってくるでしょうか。レンブランドとエマオの晩餐。オランダ絵画の巨匠レンブラントがこの物語の一場面を描いています。彼の代表作の一つ、エマオの晩餐です。若くして才能を開花させたレンブラントは、人々が望む絵を数多く描くことで富と名声を得、家族と共に幸せに暮らしていましたが、その幸せはある日突然壊れてしまいました。愛する妻を亡くしてしまったのです。レンブラントは筆を折り、失意のどん底にいました。そんなある日、悩み苦しんでいた彼は、復活されたキリストと出会い、死が終わりではないことを知りました。ちょうどその頃に描かれたのが、エマオの晩餐です。多くの人がこの絵を売ってほしいと、レンブラントのもとを訪ねましたが、この絵は妻の死を通し、真の命とは何かを身をもって体験して描いた作品なので、値段をつけることはできないのです、と答えたと言います。この絵を完成させた後、レンブラントは、私は偉大な命の奥義を悟ってこの絵を描いたと告白したと言われています。レンブラントだけではありません。私たちにもエマオ途上の弟子たちのように、夢が破れ、すべてが色あせて見えるような失望落胆の道を歩むことがあります。しかし、そんな私たちにそっと近づき、私たちを命の道へと導いてくださる神がおられるのです。あなたのエマオ途上にも神の足音が聞こえますか？イエス・キリストは言われました。私は道であり、真理であり、命なのです。